ピラミッツ FC はエジプトの首都カイロをホームタウンとするサッカークラブである。2008年にアシュートをホームタウンとするあるアシューティースポートとして創設された。2014年にクラブの歴史で初となるプレミアリーグ昇格を果たした。しかし2015年に降格した。2015から16シーズンと2016から17シーズンはセカンドディビジョンに参加。 2017から18シーズンにプレミアリーグに復帰して9位の成績を残した。同シーズンにエジプトカップの準々決勝で前年度優勝チームのあるアハリに力から0で勝利して準決勝に進出した。2018年6月にサウジアラビアのあるアハリの元名誉会長でサウジアラビアスポーツ総局のトゥルキー・アルシェイク局長に売却され、クラブ名は アルアハラーム、またはピラミッズに解消された。また、ホームタウンが首都カイロに変更された。新しく所有者となったトゥルキー・アルシェイクの下で、クラブに巨額の投資が行われたため、アフリカのマンチェスターシティ、エジプトの RB、ライプツヒトーと呼ばれた。2018から19シーズンにプレミアリーグで、アルアハリ、アルザマルクに次ぐ3位になり、 初となるカフコンフェデレーションカップの出場権を獲得した。同シーズンにエジプトカップの決勝に進出したが、アルザマレクにレから3で敗れて、準優勝に終わった。2019年7月に、クラブの元副会長で、アラブ首長国連邦のサーレム・アルシャムシーがクラブを引き継ぎ、所有権を取得した。同年9月時点で、ピラミッズは1948年に、 エジプトのサッカーリーグが創立されて以来、エジプト人以外が所有する唯一のサッカークラブであった。2019から20シーズンにカフ、コンフェデレーションカップに初出場して決勝に進出したが、モロッコの RS ベルカンヌに0-1で敗れて優勝を逃した。ありがとうございます。